こんにちは、田代ひかるです。今日はマネージャーさんに呼ばれたので事務所に来たんですけど、まだ何をするか何にも伝えられてなくて、あとこのカメラで撮りながら入ってきてって言われてて、なんだろう、今日で夏休み最後なので嬉しいことあったらいいなって思うんですけど、ちょっとマネージャーさん待ってるんで早速行ってみます。なんだろう、お疲れ様です。お疲れ様でした。何もわかんないです。これでなんかするんですか？企画、何の企画ですか？おお、ちょっと僕本当に特技とかないんで自信がない。はい、不安しかないです。頑張ります。行こう。はい、ということでこの中に入っているくじを引いて質問に答える数を決めていこうかなと思います。ちょっと振りますね。ちょっとシャッフルします。これで大丈夫かな。じゃあ引いていきます。見ないように。これにします。決めました。いきます。はい。一番恐れていたものを引いてしまいましたね。でも皆さんのためにしっかり10個質問に答えていこうと思います。では行きましょう。ちょっと10個あるのでじゃんじゃん引いていきます。いきます。記念すべき一つ目の質問はこれです。よく聞く音楽は嵐さんの相葉雅紀さんのソロ曲なんですけど、フレンドシップっていう曲があるんですけど、音楽の強弱とかも大好きで、もう毎日のように聴いてます。ちょっと2つ目の質問いきます。じゃあ2つ目の質問は、好きな色は緑です。相葉雅紀さんなんですけど、緑が相葉雅紀さん大好きって言ってて、自分の私物とかも緑色にしてるって言ってたんで、僕もその影響を受けて緑いいなって最近思ってて、自分で物買う時も緑ばっかり引いてます。緑ばっかり引いてて緑ばっかり買ってます。はい、次行きましょう。3つ目、これです。マイブームはこれはゲームでフォートナイトです。もう毎日友達でやってて、何日やっても新鮮な感覚で、でも楽しいなと思ってやってます。総合すると2000時間くらいやってます。ちょっとやりすぎかなって思うんですけど、これからもやっていきます。では4つ目の質問いきましょう。これです。はい、これ逆だった。これです。出演した作品で最も印象深い作品は、これはもうキューブです。大きい映画で大きい役をやらせていただいて緊張したんですけど、大先輩の中で一緒に演技をさせていただいて、とても勉強になったので、とても印象深い作品です。よし、5つ目の質問いきましょう。5つ目の質問は逆か、こっちか。趣味は何ですか？家ではゲーム全般、あとは友達と外に行って公園で運動したり、バドミントンを趣味で少し最近ちょろちょろって友達と遊び感覚でやったりしてます。6つ目の質問いきましょうか。6つ目の質問は、はい、将来どんな役者になりたい、どんな役柄もこなせるって言ったら変ですけど、上手にできるカメレオン俳優になりたいです。頑張ります。努力します。では 7つ目かなの質問に移りたいなと思います。7つ目の質問はこれです。見えるかな。特技を一つ披露してください。出ちゃいましたね。僕本当に特技ないんですけど、今ちょっとだけ練習してるビートボックスがあって、温かい目で
見ていただけたらなと思います。じゃあちょっと行きます、行きます。こんな感じです。本当にまだあまり上手くないので、これからもちょっと練習していきます。次行こう、8つ目の質問からいきます。はい、出演してみたい番組。僕はもう本当に心から相葉雅紀さんが好きなので、 I love みんなの動物園、僕も動物がすごく好きなので出てみたいな。あとは VS 魂とかもゲストとしてすごい出てみたいなっていう、共演してみたいなっていう気持ちでいっぱいです。ぜひお願いします。じゃあ9個目の質問いきます。さあ最後に近くなってきました。これです。最近見た映画は藤原竜也さんの主演の怪獣シリーズがすごく大好きで、ファイナルを見ました。感想は、僕漫画も読んでるんですけど、怪獣の、まあ、本当怪獣そのままだなって、その怪獣の本当になりきっててすごいことだなって思います。藤田光太郎さんも出演していて、迫力のある演技で僕もこうやって演技ができたらなって思いました。いよいよ10個目の質問に行こうかなと思います。最後10個目の質問はこれです。憧れの俳優は菅田将暉さんです。この前共演させていただいて、間近で演技を見ていたんですけど、とがきにないところまで考えていらっしゃる自然な演技で、ポロッと自然に涙とかも出て、僕にはまだまだ全然ないような技術をたくさん持っていて、僕もこうなるためにもっともっと努力して間近で見て勉強していかなきゃって思いました。菅田将暉さんみたいな演技ができるように頑張ります。ということで10個質問に答えました。今日皆さんどうでしたか？僕はこういうのあまり得意じゃないんですけど、今日とっても楽しかったです。ありがとうございます。先ほども少し質問の中で話が出たんですけど、映画キューブが10月22日に公開されるので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。今後も自分の演技に磨きをかけて努力していくので、応援よろしくお願いします。この動画がいいなって思っていただいたら、高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。では今日はここまでにしたいなと思います。バイバイ。